正幸様。奇跡だ。地は見えておる。軍略比べと参りましょう。右折城の菅沼殿が退路を案内する手はずとなっております。誰も来ないではないか。ならばこちらから向かおう。いえ、勝頼様はこちらでお待ちください。私が確認してまいります。静かすぎる。これはやはり武田は終わりぞ。すげえ作業しに。我らだけで抜けるしかありません。右折城まで落とされていたか。ここがあの人の作り出した地獄。悪く思うなよ。逃がしてやるわけにはいかねえんだ。開門。うわ、織田の軍勢が腹をくくらねば。マサテルが稼いでくれた時を無駄にはせぬ。ここさえ抜ければ。準備は良いな。お任せください。すでに手は回してありますよ。どうなってんだ。これじゃ動けねえじゃねえか。武田にこれほどの余力があろうとは。なめないでもらいたい。私も勝頼様もまだ生きている。てめえが武田の要と見た。一つ勝負してもらおうか。ここまではたやすい。敵将を討ち取った。敵将を討ち取った。撤退する。下るような弾じゃねえよな。だったらとことんやり合うしかねえな。そちらが引くなら止めはせん。それじゃつまんねえだろうが。やはりそうした手合いか。気合い入ってんじゃねえか。開門。いいわ、やりましょう。徹底的に。勝頼様は少し落ち着かれたようだ。援軍はどうなっている？王爵様が本国から向かっています。夜中には山頂で落ち合えるかと。これで終わりなんてつまらないわ。もっと楽しませて。
必死にあがくその姿、素敵よ。タイボン！敵将を打ち取った。そう知らぬ顔してやるじゃないですか。カイボン！やらせるか！俺だって！カイボン！敵将を撃ち取った。私が守るべきであったのは、勝頼様、お待たせ申した。おお、正信開門。これもお役目なれば。いざ！つけられた。面目次第もございません。信長様の天下を阻むものすべて、この明智光秀が斬る。前からの織田の大軍か。信長はあれでいちいちやることが困か。振り向くな。固まって進め。正面さえ抜ければ突破は叶う。水晶なおは修羅なれば命は惜しみません。いざ。すでに遅い。見事な。敵将を討ち取った。思想知らぬ顔してやるじゃないですか。デップシモタゾウ、カイボン！
知らぬ顔してやるじゃないですか。叶う相手ではなかったか。あらまあ、張り切ってらっしゃること。こねるとは、なんと見事な。さて、一人さき地平を見るか。あなたを消え。さて、一人奪さらきなど自慢にならんぞ。よし、道は開けた。待ちわびたぞ。開門。さて、次は。俺が信長。しかし、なぜ一人でこんな。勝頼様、先にお行きください。客人のお相手は私がいたします。マサイキ、お前も疲弊している。死ぬなよ。勝利条件変更。消えた幻。ここまでは耐えやすい。この信長を乱世を超えてみせい。命を捨てて主を守れば満足か。この程度か。中心として名を残すが望みか。見かけによらずよくしゃべる。さて、次だ。捨てる気などない。私が守るものは。うぬの望み、うぬの願い、吐き出すがよい。フフフ。なんだ、信長とは。どうにか逃げおせました。お怪我はありませんか、勝頼様。勝頼様、お気を強くお持ちください。私は何ということを。父上に託されたのは、守るべきであったのは武田の名ではない。家臣を、民を、この土を守らなければならなかったのに。そうだ、私が兄上に代わり守っていかねばならぬもの。今度こそ武田を守りたい。そのために一心に力を尽くそう。今さらこのようなことをと愛想を尽かされても致し方ない。それでもお前の力を貸してほしい。まだ私と手を携えて進んでくれるか、正幸。
無論です。これは正行様。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。ご武運を。次の出陣は聞かな。
豊作。新しい馬が入っています。また寄ってください。出陣するか。すでに勝ち、雪村もお役に立ってみせます。探索を始めると
を積むか。お役目ですかな。豊作。ご無事のお帰り、何よりです。ああ、信綱叔父上や正輝叔父上は戦なれば覚悟の上と言いたいが、当主など面倒なことを押し付けられてはな。父上、大勢の方が亡くなられたと聞きました。我らはこれからどうなってしまう。雪村、苦難にあってこそ皆で力を合わせねば。父上と共に我らも武田のため尽くすのだ。はい、兄。果たしてそうか。父上、信行の申す通りだ。ここが正念場ぞ。はい。第五章、同国。信長は戦国最強と謳われた武田の騎馬隊を撃破。彼の手が天下をつかむのはもはや時間の問題かと思われた。一方、勝頼は大打撃を受けた武田軍を立て直すべく当主として奮闘する。しかし信玄以来の重臣を数多く失った武田はすでに凋落の一途をたどり始めていた。そんな中、正幸はかつて理想を同じくした友との間に微妙な溝を感じるようになっていた。異常はありません。
良い武器は良い品が入っております。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。
真田の若様たちですか。私は勝頼様から使わされたしがない忍びでございますよ。おお、忍びのものか。こたびの戦で父上の助けになってくれるのだな。礼を言う。いえいえ、お仕事ですし。正幸様の采配なら負ける心配もないんでお得です。そうか。忍びというのは生まれた時から過酷な鍛錬を積むものなのか。そうかもしれませんね。私は生まれつき忍びってわけじゃないんでわかりませんが。そうなのか。戦で親兄弟亡くして一人になったところを親方様信玄公に拾われましてね。おっと、柄にもない身の上話をお忘れください。信玄公へのご恩返しのために忍びの道へ入ったのか。まあ、一人で生きていくには便利な技でございますから。だけど、今は武田の身内なのだろう。一人ではない、我らもいる。雪村の言う通りだな。我らのことも身内と思ってくれれば嬉しい。こいつは泣かせてくれますね。それではお身内のため気合い入れさせてもらいますよ。すでに勝ちは見えておる。お仕事お仕事。お仕事お仕事。
真田昌幸、武田勝頼公の名代としてまかり越した。大義。こちらは上杉景勝様、私は直江兼継と申す。武田のご女性恐れ入る。ご存知であろうが、武田は北条とも盟約がある。北条の後ろ盾がある影虎殿と戦うのは本意ではない。このことを承知しておいてもらおう。愛すまん。勝頼殿には仲裁の労を取っていただいたのにこの始末、申し訳ないとは思っている。だがこれも上杉の義を守り通すため。義か。武田の関心を金で買った者の申しようとは思えぬ。貴様、その物言いは勝頼殿をも貶める。慎むがいい。影勝様。同盟者相手に口が過ぎたようだ。許されよ。我らの義をあのように足様に。義を貫かんとすれば武田は我らの敵になろう。されど影虎殿が上杉を継げば北条が大きくなりすぎる。武田もそれを恐れればこそ。さよう。我らはそこにつけ込んだのだ。勝頼殿は国を守るため、あの者は主君の胸中をよく理解している。ゆえ誰にとっても悲しい戦だ。はは。影勝殿の道は真田が開こうか。上杉の胸元なんて取っときゃいいのに。さあパパッとお仕事やっちゃいますか。無働きなど自慢にならぬ。働きなど自慢にならぬ。上杉の義が正しいと証明してみせねば。いざ我が手で道を切り開かん。開門。門が開いたか。これは好機ぞ。空回りも甚だしい。捨ておくわけにはいかんか。敵将討ち取った。勝頼様の名代で来ているのだ。無様は去らせない。何の真似だ真田正幸。努力を凍った覚えはないぞ。己が面目のため主を危機にさらすのが上杉の義か。これ以上私を失望させば。せくな金つく。なんと未熟な罠か。ここまではたやすい。打ち取った。
正行殿、最前からの扱いも私を発奮させんがためだったのだな。私がさような善人に見えるのか。良い悪いの気迫、私にはない純真さだな。幸いにして北条の援軍はまだ来ない。中央の拠点を抑えられれば安泰だな。終了戦開門。こっちからも行きますよ。迎え撃て、ここは倒さぬぞ。開門。影勝殿が倒れては話にならない。応援を用意するべきではないか。かたじけない。影勝殿に生き残ってもらわねば我らも立つ瀬がない。それだけのこと。かくなる上は俺自ら影勝と決着をつける。カイモン、カギトラ、シャブロウ、早まってもダメ。この間、メウエ、みんな来てくれたのか。すでにお待たせしました。サブロウ様の敵は私がぶっ飛ばしちゃる。混沌の振りまこ。ニジマサたちももうすぐ来るわ。私も最後まで戦う。勝利条件変更。そろそろ手を打つくらいか。はいはい、次は南の鳥ですしね。開門。約定通り、よろしい。バカな、なぜ門が開く。すでに調略済みであったのか。さすがは信念の懐が。さすがに超やられた。サブロー様、ごめんなさい。風は綺麗。影勝負。いや、まだだ。まだやらせんぞ。サブロー、我が愛しき弟よ。遅れてすまん。北条の絆見せてくれようぞ。姉上、俺幸せ者だな。我が術絆を前面に出して戦うか。北条、厄介な相手ではある。遠くにありてなお思うものあれば、そばにはべるなお通じぬものありか。敵将討ち取った。Yeah!
くよ。私も戦うわ。一緒に行きましょう。生産のことで所詮はカリソナの傷をかく。お前に何がわかる。俺とカテカツの何が。ここまではたやすい。武田は北条との盟約を破る。そう思っていいの。結果が全てだ。言い訳はするまいよ。我らの勝利ですな。これは死体。気にするな、金粒。我らは進まねばならんのだ。兄弟での争いか。承知した。これは正幸様。承知しました。
が先館よりご使者が来られていたようですが、上杉との協定に基づき光月を攻めるのだ。沼田の奪取が目的となろう。さようですか。ご武運をお祈り。あ、近頃勝頼様はおいでになりませんね。勝頼様は武田のご当主、軽々に辻ヶ崎館を開けられぬのは当然である。はい、戦が落ち着けばまた遊びに来てくださるさ。正幸様。これは正幸さん、お別れのご挨拶に伺いましたよ。武田を離れるというのか。勝頼さんに暇を出されちまいました。もうここで学ぶこともないだろうってね。失礼ながら今の武田に客分を養っている余裕はないってのも確かでしょう。しかしあの忍びもこちらに回されてましたよね。ああ、どうも勝頼さん、自分の周りから人を遠ざけようとしちゃいませんかね。考えすぎだろう。勝頼様はお家のために必要な手を打っても。それならいいんだ。いらぬことを申し上げました。それではまた、ご縁があればどこかで。ああ、左近殿、こんにちは。ああ、武者修行の旅にな。そうなのですか。お別れするのはとても残念です。またいつか稽古をつけていただけますか。お前さんならすぐに俺なんざ追い越しちまうだろうぞ。達者でな。はい。あ、正幸様。次の出陣は忙しい忙しい。気かな。
様でございます。正幸様、馬がご入り用ですか。また寄ってください。